帰省の用意はできているか。どうも皆さん、カイトです。さあ本日なんですが、フォーミュラーアスリートハングオンマッハさんっていう最強モンスター、これ何回も動画にしてるんで、皆さんもよくご存知かなと思うんですが、このモンスターと聖眼というね、あまりにもイラッとするカードとイラッとするカードを組み合わせて、超イラッとするイラッとくるぜっていうデッキをね作ってきたんで、ご紹介していきたいと思います。禁断の組み合わせってやつよ、強すぎ。ハングオンマッハさん、これどういう効果持ってるかっていうと、もう一回ね説明しておきますけども、このカードの攻撃力はレベルの数かける300アップする、つまりレベル上昇っていうね、手札のあのモンスターのレベル分なんかバチコリとレベルを上げるっていう、このスキルと相性がいいと、一気にこいつで高打点を叩き込めるっていうことなんですけども、このね丸3番がまあ強いと。このカードのレベルが7以上の場合、相手の墓地を置かれるカードは墓地へはいかず除外される。つまり相手だけ、マクロコスモス、まあマスクのヒーローダークローっていうね、まあ、ちょっとデュエルリンクスに来てないんでリンクス名わかんないかもしれないけど、要するにめっちゃ強いってことです。でこのモンスターの横に聖眼とか並べていったらめっちゃ強いんじゃねっていう、まあ、そういう時ですね。まあ進化したサイコドラゴンとかみたいに展開力は少し落ちますけども、若干、ただこのデッキのいいところはハングオンマッハをレベル上昇すると積むデッキが環境にも存在しているっていうことですね。サンダードラゴンとか、そういうのがいるんで、結構このハングオンマッハ立ててレベル上昇するだけでかなり強いっていう、これがいいところで、調和の法則っていうドローソースがありますんで結構引けるっていう、ハングオンマッハを、これがいいところで、まあ、コーカスとか、因果切断とか、ああいう汎用カード積んでもいいんですけど、今回はこのハングオンマッハ意地でも守りたいと思ってるんで、清掃っていうね、このカードを積みましたと。これ魔法トラップカードの効果だけはめっちゃ受けるんで、こいつ。モンスター効果にはかなり強いですけど、まあ、それ以外は結構受けるんで、ハングオンマッハを清掃で、因果切断とかサンダーブレイクとかデモンズチェーンとかは1回しか守れないけど、まあ、そういうカードから守っていくと。いうことですね。で、ハングオンマッハ突破されても、聖眼ギミックがありますんで、こちら的には。意外となんとかなる。で、一番なんか強そうな動き、まあ、あんまり対戦ではやんないんだけども、この、FA、フォーミュラーセルト、ホームトランスポーターっていうね、このモンスター。これ急進去の廃用モンスターなんで、聖眼デッキから出せるんですよ、簡単に。あ、ちなみに、サイキックリフレクターとかからも出せますけどね。で、こいつが、また、ハングオンマッハとか同じように、レベルかける300アップすると。で、要は、こいつ、そもそもレベルが9あるんで、こいつにレベル上昇すると、5000くらいになれるっていう、打点が。で、しかもこいつ、レベル13以上だと、一旦に一度、違うわ、レベル11以上だと、戦闘効果で破壊されないっていうね、めっちゃ硬い、効果持ってるんで、もうこいつも結構強いと。聖眼とね、相性がね、なんかいいんですよね、この、デッキ。というわけで、早速、このバイク、もうね、ライディングデュエルって言われてます。最近、デュエルリンクスは。このバイク召喚してレベル上昇するだけで勝てるんで、ライディングデュエルまさにと言われていますんで、早速ライディングデュエル、アクセラレーションしていきましょう。さあ、お相手の方、遊戯くんね。DSOD の方ね。珍しいね。DSOD の方の遊戯くん使ってる人、珍しいですね。あんまり見ないですけどね。まあ、これはちょっととりあえず最強ムーブができるんで、レベル上昇ハングオンマッハオルタナティブっていうね。バカみたいな盤面ができますけども、なるほど。ちょっと一旦、まあそうですね、一旦ハングオンマッハ召喚から入って自分いいですかね、これ。まあ、でもとりあえず目覚め戦列は同時ですから、こっちから行くか。はい、目覚め戦列で太古の白石を切って、そして、太古の白石を切ったことによって、攻撃力が3000くらいで守備力が2500くらいの、ドラゴン族モンスターを手札に加えることができる。とりあえずオルタナティブが着地させよう。ブルーアイズを相手に見せつけて、オルタナティブホワイトドラゴンを特殊召喚、見るがいい。かっこいいな、このブルーアイズっていう最強モンスターをこのカイトさんで使うっていうね。スキル発動、デュエルモードフォトチェンジ。なんだと、ライディングデュエルアクセラレーション。強すぎるだろこの場面。あ、ブラガジか、なるほど、ブラックマジシャンね、なるほどね。はい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 。それそこで出してもさ、で、ちなみにナビゲートも除外されます。これナビゲートも、これ相手の墓地に行くカードは全て除外されるんで、除外されますと。で、黒木森のウィッチもこれ除外されますと。強すぎるだろ、
強すぎるだろ。黒き森のウィッチ勝手に除外してったぞ。なんか除外されてったぞ。あいつサーチも入れずにドヤ顔でなんか黒き森のウィッチ出してきたと思ったんだろうな。相手はい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 、チョコマちゃんがあるね。オッケー、弟子の召集いいね。なんかそのこの KC カップ低ランク帯特有のなんかそのロマン性あふれるデッキが多いですね。そのロマン性が溢れるデッキをこれなんだっけ、ブラックマーシャンを1枚見せて、あブラックマーシャンガード追加するとでライフポイントが2000枚引いた場合は、手札に加えてもらう可能ね。はいはい、 OK です。全然問題ないです。でドローしてで捨てたカードも全部除外されていくと、墓地にカードは一切たまんないと。もうさあこれは厳しい。ターン終了いいでしょう。全く問題はない、全くもって問題はない。なるほど。とりあえずオルタナティブの効果が発動しますか。オルタナティブの効果発動してでも破壊してなんか光ってるんでなんかどうでもいいですね。あれどうでもいいカードですね。まあ攻撃反応結果じゃないんで、あーオッケーオッケーオッケー、はいはい、友情マジックね、了解。まあ、エネアードするまでもないかなと思ったんだけど、さあイリュージョンマジックでブラックマーシャンを持ってきて手札にめちゃくちゃブラックマーシャンが固まっていく。で除外されてるからブラックマーシャンは1体しか回避できないバトルフェイス。かわいそう、あまりにもかわいそう。残機の用意はできているか。いや確実にこれブロックされるぞ、確実にブロックされるこれ。さあお相手の方、闇遊戯選手、なるほどですね。闇遊戯選手結構ディスティードローっていうねスキルがあるんで、まるでめんどくさいっていう、ディスティードロー炎王ですね。ディスドロー炎王、なるほど。バイク来た、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 バイク召喚、ライディングデュエル、アクセラレーション、スキル発動、残悔の用意はできているか。レベル8上げてレベル10になって急に3600でモンスターの効果全く受けないモンスターが登場。そしてこれどっちから行けばいいんだ、どっちから行けばいいか分かんねえな。とりあえず調和の放射線の効果を発動、なるほど、強い強い。あーでもちょっと腐った、ちょっと目覚め腐りましたけども、いいや。さあ、皆さん、ハンゴンマッハがいる場合手札を墓地に送って発動するカードは使えませんので、クリボールは投げれません。おいクリボール投げてみろよ、おいおい闇遊戯クリボール投げてみろ。こんな煽ってたらこれ視聴者から怒られるのこれ。さあお相手の方、カニ頭くんよろしくお願いします。デュエルモードフォトンチェンジ、バイクを召喚、そしてレベル上昇発動、残悔の用意はできているか。3600効果受けない、ターン終了。すげえ、サンドラ、これサンドラやろ、これサンドラだからこれ勝ちよ、これもうこれ相手サンドラなんで、これ多分サンダードラゴンレベルコピーサンドラなんで、これ勝ちです。これもうこれ突破できません。3600のレベル12ハンゴンマッハ突破できず、ゆうせいくんこれ困ってますね、これね。さあ困っております。今現在このバイクはレベル11以下のモンスターの効果を全く受けず、そして相手のクソくっさークソワロタ、やっぱねこのモンスターこういうデュエル起きるんでマジで良くないと思います。さあお相手の方、マクドナルドさんですね、よろしくお願いします。デュエル先輩、さあ圧倒的最強モンスターバイク召喚、バイク召喚、そしてデュエルモードフォトンチェンジ、ターン終了でいいか、ターン終了でいいやん、ターン終了でいいです。さあ3600効果受けないレベルコピーサンダードラゴンだったら完封。さあ無限にサンダードラゴンにサレンダーされております。お、何貴様、お、何、その効果受けません、その効果全く受けません。旧シンクロモンスターの効果全く受けません。何貴様、フォーミュラーアステリト使い、ホームトランスポーター、お父さん、お父さんじゃないか、えバトル、やばい、嘘、やめて父さん、父さん、あーげー、うっそ、
バカラン、こんなことがありえるのか。